はい、こんにちは、長澤です。今日はこちらのマシンを作っていきたいと思います。ドーン、フェスタジョーヌブラックスペシャルでございます。はい、こちら、本日ですね、2017年11月18日発売のフェスタジョーヌブラックスペシャルでございます。どこかで見たカラーリングだというふうにね、巷で一部つぶやかれておりますけれども、はい、とてもかっこいいと思います。では早速作ってまいりましょう。はい、ということでこちらフェスタジョーヌブラックスペシャルでございます。早速見ていきましょう。今回ですね、ブラックスペシャルということで、通常と違うところはですね、ここに書いてあります。ABS 製ボディ、カッコスモーク、ABS 製シャーシ、カッコブラック、A スポークホイール、カッコブラック、ブラックプリントハードローハイトタイヤ、カッコイエロー、メタル調専用ステッカーということですね。ブラック尽くしのね、ブラックスペシャルということでございます。では、中身をね、見ていきましょう。ドーン。じゃあね、上の方からね、一個ずつ見ていきましょう。はい、まずこちらですね、 ABS 製ボディのスモークでございます。いい感じにスモークでございますが、箱の写真を見るとね、あれブラックじゃないのかなってちょっとね思うところがあります。ブラックだよねこれ。はい、この辺ねちょっと塗装あるのかなと思いますが、後ほどね説明書で見ていきましょう。はい、次に ABS 製シャーシブラックでございます。これはですね、特に強化ということはなくて ABS 製ということなんですが、以前にもあったかな、はい、これは以前からあるブラックの MA シャーシですね。まあ、ちなみに型はね1型みたいですね。はい、はい、そして A スポークホイールのブラックでございます。ここがね、ここが A っぽいってことですね。このスポークが A っぽいっていうことですね。はい、ブラックの A スポークホイールで、これはフロントリアともに同じトレッド幅ってことですね。ここの長さ一緒でございます。はい、そしてこちらブラックプリントハードローハイトタイヤのイエローですね。ブラックプリントでミニ 4WD プロタミヤスポーツっていうふうにね書いてあります。はい、そしてメタル調ステッカーですね。これはノーマルと全く違うカラーになるということですね。フェスタジョーヌブラックスペシャルって入ってます。はい、そして A パーツはね、黒でございます。ブラックですね。最後にノーマルモーター付きで、ギア比は 3.5 対1の超速ということですね。ローハイトタイヤですからね。以上でございます。では早速作ってまいりましょう。まず最初はボディにねステッカーを貼っていくところなんですが、一応ね説明書の方でカラーを塗るのか塗らないのか確認してみましょう。塗ると思うんですけど、なるほど、わかりました。こちらですね、タミヤカラー TS14 でですね、全面をブラックで塗るということでございます。そうですね、これを全部塗るということですね。全面になってますね。全部、ウィングもね、ウィングも塗れって書いてます。はい、そういうことでございます。はい、ということで、TS14 ですね。TS14 を探したらですね、TS14 がなくて、TS6 がありましたので、艶消しブラックになっちゃいますけど、試しにね、これでやってみたいと思います。外箱のブラックスペシャルは非常にツヤツヤしておりますけれども、これとね、どんな感じに違くなるのか、やってみたいと思います。はい、正直言って、ただ塗ってみたいだけです。ということで、ね、ここボディ切り離して、まずはね、塗ってきます。はい。
ボディの塗装最中ですが、乾かしてる間にね、シャーシの方をどんどん組み立ててまいりましょう。じゃあやっていきます。はい、今回ですね、こちらギアとターミナルは使わずにですね、取っておきたいと思います。新しいマシン、レース用のマシンですね、これを作るときに使いたいと思いますので、今回は見た目だけ作ってまいります。グリスもね、